明けましておめでとうございま す。2023年、はい、明けました。うさぎ年、ぴょんぴょん。確かに、で言うと今年は、うさぎ年ですね、はい。我々は別に何にも関係ない、年女でも何でもないし、ない、はい、ただあれですね、うさぎのように跳ね上がる年になるといいですね。うまいことを言うでもウサギはさ、跳ねても一回落ちるからさ、だからそれでどんどんこういう風にホップステップで前に進んでいく、跳ねながら前に進んでいくんですよ。上がったり下がったり、上がったり下がったり、山あり谷あり。ただまあ YouTube 的にはいいんじゃないですか、跳ねながら前に進むのは。そうだね、うん2023年明けまして、はいはい、まあちょっと前にね、うん、締めのご挨拶もね、はい、させていただいたんですけれども、はい、昨日ですかね昨日の動画で着てる服一緒なんじゃないのかみたいな、ね、ちょっと違うよ、ほら、レミさんはね、うん、はい、一応ね今まだリバティエイジさんとのコラボ中なんでね、はい、これ着てますけれども、これまだ受注中なんでよろしくお願いします、はい、お願いします、はい。2023年の、うん、まずチャンネルの目標と個人の目標と、はい、まあなんかふわっとね、チャンネルの目標とか触れましたけど、また改めて、一応2月の22日で2周年、2022だね。確かに2月22日にの、2年前に一粒万倍日、はい、とかいうので2月22日に開設したチャンネルが2周年、はい、じゃあ、ね、22万人を目指そう。2月22までに、はい、え目指そう、うん、まあ、目指すのはね勝手ですからね。そう、はいはいはい、目指してるけど、一応10万人、はいはい、目標に1万人くらい増やしたいなと考えております。そ、ね、はいはい、でその、まあ、10万人に向けてね、うん、何をしていくかっていうのは具体的にはないんですけれども、まったりほっこりした生配信を、うん、続けていくとともに、あれじゃない、マリコとかさ、うん、アキラちゃんとかにさ、うん、1枚ずつ脱いでもらったら10万人いくんじゃない、生配信で。確かに、7、8枚くらい来てもらって、2000人増えるごとに1枚脱ぎます、うん、みたいな、うん、やってもらったらすぐすぐいくかな、すぐ全然やってみたい。いや、どうなんだろうな、根拠的にどうなんですかねそうだね、肌色が多いとほらバンされちゃうから。そうなんですよ、うん、だからちょっとなかなか難しいかもしれないけど、あ、じゃない、もじもじくん来たらいいんじゃない。まあそうね、うん、赤かなんかの、赤黒とかでもじもじ来て、うん、脱いでく、そうそうそう、あ、最終的に、うん、でもじもじくんになると、まあそういう企画もね、うん、立てつつね、やるかやらないかは別としてね、はい、うん、まあそうですね、10万人に向けてなんかやっていきたいなとは思ってるんですけれども、あとは面言とかですね。あ、そうだね、うん、もっとやっていきたいなと思ってまして、はい、メンバー限定の生配信とかだったり、まあ、動画だったり、あとはまあ一応2022年は、まあ、オフ会的なね、はいはいはい、感じで麻雀大会とかね、ルミ焼きの会、うん、ルミ焼きの会とかやったけど、まあ、そのおかげもあってメンバーさんも増えましたし、あとまあ役満さんとかもねどんどん増えていったんで、今後も精力的にメンバーさんへの還元を目標に、はい、活動していきたいなと思っております。頑張ります、はい、頑張ります。そしてチャンネルとしてできることといえば、うん、まあ、スーパーサンクスを動画にもいただいたりもしてるので、なんかそちらの方はコメントはね目を通しているんですけど、ちょっとなかなか返信とかもねできてない状況なんで、まあ、何らかのこうアクションとかをねしていけたらなと思っております。そうだね、本当はあれだね、1年目とかにやらなきゃいけないんだけどね。そうないんだね、みんなこのルミ焼きチャンネル以外にもいろいろ抱えてる人たちばっかりだからね。そうなんですよ、我々も、私ね最初の頃は結構ね、うん、ハートを押してたんだけど、うん、やっぱちょっといろいろ忙しくなってくると滞ってしまう申し訳ない、みんなの力を合わせてやっているチャンネルなんでね、はい、温かい目で見守っていただけたらと思います、はい。そして個人の目標を立てましょうか、はい、2023年、はい、グランプリ連覇。おお、確かにね、もう年明けて、うん、2月からかな、2月から予選が始まる、麻雀グランプリ、日本プロ麻雀連盟のタイトル戦ですね、うん、年度末に行われる、その年活躍した選手たちが集まってナンバーワンを決めるぞっていうタイトル戦があるんですけど、今現グランプリがルミさんで、
私は多分ちょっと予選とかにも出れなそうな気がします。はい、あのポイントランキングの、ね、上位者から出れんで、私多分勝ってないしな、なんか勝ってたら大体出れるんですけど、うん、まあ決勝残ったりとかね、そうそうそう、だから桜花の決勝にもし残れてたらワンチャンあったかなぐらいのポイントしか多分取れてないんで、まあ僕は出れないけど、リミさんは連覇目指して頑張ってもらって、まあ、頑張ります。あれ、ディフェンディング制度じゃないもんね。じゃないです、ね、シードだもんね。二次予選かな、うん、だったかな。ちょっといいところからのベスト8？ あ、ベスト8？ そんないいところから出れるの？ベスト16回、あ、16でしたかね。ベスト16、まあまあでもいいところだよね。いいところですよ、それはもう16分の1で賞金ゲットだぜ。16分の1で連覇。連覇。まあまあいい数字ですよ。頑張ってください。頑張ります。はい。そして、M リーグの方ですね。はい、もう年明けて5月には大体終わるんで、うん、これから、レギュラーシーズンの後半、半分を消化し、セミファイナルに残って、ファイナルに残って優勝するっていうのが、まあ、チームとしての目標ですね。はい、うん、もう最低ファイナルくらいの気持ちで。うん、まあ、そうしないとメンバー入れ替えがあるからね。一応ね、レギュレーションがねもう決まってるんで、はい、ルミさんが卒業しちゃうかもしれない。いや、わかんない、私が卒業するかもしれない、まあ、ルミアキが卒業するかもしれないし、ね、あ、そう、それもあると思うし、4人全員変わるかもしれないし、あ、そう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 、わかんないけど、今の段階でね、もしファイナル残れなかったらどうなるかっていうのは全くの未定で、うん、藤沢さんがどう考えてるのかわかんないですけれども、まあ、あの、いや、仮にファイナルに残ったとしても誰か、ね、ね、そうそう、入れ替えがあるかもしれないし、何の確約も保証もないんですけれども、うん、1年契約なんで、うん、単年契約ね、そうだね、はい、あの、優勝したらさすがに変わんないと思うんで、最低ファイナル目指すは優勝というところでね、はい、M リーグの方も頑張っていきたいと思います。はいはい、あとはそうね、まあ、リーグ戦とかもね、おのおの ね、戦いはあるんでね、うん、頑張っていくとして、うんうん、まあ、とりあえず当面はやっぱ昇級になるのかな、リーグ戦は、うんうんうん、そうですね、うん、ということで、じゃあ、はい、2023年はおのおのの、まあ、目標を立てつつ、うん、チャンネルの目標も立てつつ、良い年になるように、はいはい、これはもう、あの、いい年になれとかじゃなくていい年になるように努力しなきゃいけないからね、そうだね、はい、うん、日々の努力の積み重ねを怠らないように、はい、2023年も頑張っていきますので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。お願いします、はい、この動画が面白かったという方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたね、バイバイ、明けおめことよろ。